荒川橋梁は、東京都北区赤羽と埼玉県川口市、船戸町の間で、荒川に架かる東日本旅客鉄道東北本線の密接する3本の複線鉄道橋である。下流側の複線が電車線、中央の複線が列車線、高崎線、上野東京ライン、上流側の複線が貨物線で、東京梁は電車線では赤羽駅、川口駅間、 列車線、貨物線では赤羽駅、浦和駅間にある。右岸堤防を挟み、すぐ南側に隣接して、新河岸側に架か,かる橋八87メートルの新菓子川橋梁がある。この記事では新菓子川橋梁についても合わせて触れる。東京と高崎を結ぶ鉄道路線は当初は私鉄の日本鉄道が運行するものとして着手された。この区間では、 政府も鉄道の建設の調査を事前に行っており、その経路として親とい外国人のリチャード・ボイルは、既存の新橋駅から北上して、上野、王子を通り、当時戸田川と呼ばれていた荒川に加強して、河野須、熊谷と経由して、高崎に至るものを提案していた。他に同じ川を起点とする案や、川越を経由する案もあったが、最終的に、ボイルの案が選択された。 しかし、予算の面から政府による着工は見送られ、民間の日本鉄道が創設されてこの路線を担当することになった。とはいえこの時代には民間に鉄道建設の能力はまだなく、実際の建設作業は鉄道局に全面委託されることになった。前述のようにボイル案は新橋から皇居の東側を北上して上野を通るものであり、 また、関節鉄道の新橋横浜間鉄道との連絡を品川駅として西側を北上して赤羽に合流する案もあったが、東側を回ると繁華な市街地を横断することになり、費用がかさむこと、品川から北上する案も距離が長くなり、東側ほどではないが費用がかかることから、当面の起点を上野に止めて、費用を大幅に節約することになった。こうして、 上野から北上して、高崎へ向かう鉄道の一部として、荒川橋梁が計画された。荒川に架橋するにあたっては、橋梁をできる限り短くするために、川に対して直角に線路を侵入させるように計画されており、橋の前後の路線を含めると、S 字に曲線を描いている。初代荒川橋梁の位置図及び、側面図。 下流側に木星仮設橋梁も描かれている東京から高崎への鉄道は川口と熊谷で航空を分割し第二航空の川口、熊谷間が先行して着工されていた。これに引き続いて第一航空の上の川口間は1882年10月下旬に着工した。この当時、この橋が仮設された現場付近では 普段水が流れているのは幅約330尺ほどで、北側は水流から約650尺離れたところに高さ約10尺の堤防があり、南側は約6丁でこれと同程度の高さとなる。この時点では、荒川と新河岸側には、はっきりした区別がなく、赤羽方の橋台は、後の橋梁に比べると約100メートル、赤羽側に入り込んだ位置にあった。 当初は木製の仮橋を仮設し、1883年7月26日に上野川口間が竣工して、7月28日から上野熊谷間の営業を開始した。この時の木製仮橋は本節橋梁より下流側に仮設されていた。1883年5月から本節の橋梁にも着手した。橋梁は、 品川起点13マイル5チェーンから13マイル51チェーンまでの範囲にあり、上野への路線と品川への路線の赤羽における分岐点からは27チェーンの位置にあった。設計は親とい外国人のチャールズ・ポーナルによるもので、小川勝五郎が請け負って建設した。また橋の建設に使用したレンガは、高島・開門が請け負って、川口付近にレンガ製造所を設置して焼き、 出来上がったものの中から最上級品を選んで、納入した。橋梁は、全長3032フィート1.5インチあり、そのうち平時の水流にかかる部分に4連の全長100フィートの、連鉄製ポニーワー連式トラス桁が、トラスゲタ南側に38連、北に10連の合計48連の全長54フィート4.5インチの、プレートガーダーが仮設された。 トラソゲタの橋脚の基礎は2フィートの厚さでレンガを巻いて作った直径12フィートの井筒を19フィート離して2つ約50フィートまで沈降させて内部にコンクリートを充填して建設したこの2つの井筒基礎の間に20フィートの半円を描くようにレンガでアーチを組み立て高さ22フィート9インチ幅38フィート 上部での厚さ7フィートの橋脚を建設した。プレートガーダー部の橋脚合計46機は、下部が幅12フィート6インチ、厚さ5フィート3インチあり、その上部は幅12フィート、厚さ4フィート10.5インチ、高さ平均15フィートの構造となっていた。橋台もレンガ製で、基礎にコンクリートを使用している。上部構造については、トラスゲタは幅2フィート2インチ、 高さ10フィート4インチあり、横から見るとに等辺三角形が17個並んだ形になっている。このトラス桁の体を15フィート離して配置している。橋梁上の線路は平坦で、南側で半径30チェーンの曲線を描いて、橋に侵入してくる関係で、橋の最初の2連の桁には曲線が入っている。また当初は単線で建設されていたが、 将来的な伏線化を計画していた関係で、両端の橋台と中央のトラス下駄の橋脚は、最初から伏線分の幅が用意されており、またトラス下駄の両側のプレートガーダー部には、半径20チェーンの曲線を S 字に入れて、伏線用のトラス下駄の幅に対応するようになっていた。平均水面から桁の下部までは22フィートあった。トラス主ゲは、 イギリスのアンドリュー・ハンディサイド製のもので部品を船舶で運び込んで現地で組み立てた。これ以外の橋桁類は新橋鉄道局製作場において製作した。橋桁の組み立て作業は新橋横浜間建設の際に6号側橋梁建設に使用したゴライアスクレーンを用いた。また現場には土工ビル式の工事軌道が付設されて資材運搬に用いられた。 1883年7月と10月には洪水が発生したが特に障害となることはなく、1884年1月には現地にトラスゲタが到着し、4月には橋脚が完成して5月にトラスゲタの仮設が完了した。しかし、プレートガーダーが到着していなかったため6月から工事が中断し、12月になってようやく工事が再開されて、 1885年2月13日に橋が完成し、2月14日に機関車の試運転を行った上で、2月16日に供用を開始した。工期は21ヶ月で、このうち5ヶ月間は工事を休止していた。トラソゲタの費用が2万4000円、ケタ橋のプレートガーダーの費用が6万8640円、その他の物品の費用が6万3500円。 人件費が三万八千七百円の総工費十九万四千八百四十円であった。日本鉄道では千八百八十九年一月に上野大宮間の伏線化を決議し、三月六日に政府の許可を得た。直ちに着工し、千八百九十二年十月十九日に一通り竣工したが、荒川橋梁の伏線化が完成していなかったため、赤羽川口長官のみ、 単線運転をしていた。荒川橋梁の複線化にあたっては、仮線の付設や運休などは行わずに、列車を運行しながら、従来の単線トラス桁を複線トラス桁に交換する作業を実施した。また、プレートガーダー部については1線分の新設を実施した。新設したプレートガーダーの側が上り線で、この際に新たに建設した橋脚は、 下り線のものと密接して一体となるようにされた。また、下り線橋脚建設時にはなかった食い打ち基礎が用いられている。新たに仮設された伏線トラスケータはイギリスの国乱製のものである。1894年4月に着工し、翌1895年3月に竣工して、4月1日より共用を開始した。これにより上の大宮間の全線伏線化が、 完成した。なおこの時仮設した橋桁は全部、または大部分が、当初の連鉄製から鋼鉄製になっているのではないか、という説があるが、はっきりしない。開通当初、全長3032フィート1.5インチとされていた、荒川橋梁は、後の関東大震災時の記録では、上り線3034フィート6.25インチ。 下り線3033フィート4.75インチとされている。また複線化に際して撤去した単線トラスケタは、日本鉄道岩木線のくじ川橋梁に転用されたと伝えられている。日本鉄道は1906年11月1日に国有化され、1909年10月12日に国有鉄道線路名称が制定されて、上野大宮間を含む線路は、 東北本線と命名された。これにより、荒川橋梁は、東北本線の橋梁となった。1923年9月1日に、大正関東地震が発生し、関東地方の鉄道網は大損害を受けた。荒川橋梁においては、橋大、橋脚ともに全てが沈下あるいは停車し、第34号から第36号橋脚では、最大沈下が約5フィートに及んだ。 また、橋脚のレンガに亀裂が入ったり、はらみ出したり、剥落したりする被害も生じた。トラソゲタの橋脚は、亀裂や剥落の発生した場所をコンクリートで巻き立て、また傾斜したプレートガーダー部の橋脚については、枕木で枠を組み立てて、プレートガーダーを支える応急処置を行った。荒川橋梁を含む東北本線の赤羽、川口長官は9月4日に、 上り線が9月17日に下り線がそれぞれ運転を再開して復旧した。佐賀側より望む現在の貨物線。旅客線はまだ建設されていない。対象から昭和初期になると東北本線の東京近郊の輸送量は次第に増加し、伏線のままでは輸送力が不足するようになってきた。そこで赤羽大宮間にさらに2線を増設して、 旅客と貨物を分離運転させ、南側から赤羽まで順次延長してきた京浜東北線を旅客船に接続して大宮まで延長を運転する計画となった。この際に荒川橋梁は列車荷重の増大で相場を取り替える必要性があったことに加えて関東大震災で大損害を受けて応急復旧していた経緯があることから4000分を全て新設して 急橋梁を撤去することになった。新設される橋梁は従来の橋梁より約38メートル上流に2000、約18メートル上流に2000とした。上流側に仮設されたのが震災復興必支出による貨物線複線で、下流側に仮設されたのが線路増設必支出による旅客線複線である。全長は2265フィート4インチで、 設計かつ荷重は、クーパー E40 とされた。貨物船、旅客船ともに、荒川の本流部には200フィート、複線式極限構成トラス桁を3連、60フィート、プレートガーダーをトラス桁の南側に17連、北側に8連の合計25連を複線で、合計50桁仮設した。またこの際に、内務省が河川回収を行って、 荒川と新河岸側を区分する堤防が築造されていたことから、新河岸側には150フィートの伏線構成トラス桁を1連60フィート、プレートガーダー2連を伏線の合計4桁仮設した。荒川橋梁用のトラス桁は、汽車製造と石川島造船所による製作で約345トンあり、新河岸側橋梁のトラス桁は、 横川橋梁による製作で約215トンある。橋脚はプレートガーダー部については長さ10メートルの鉄筋コンクリート製の区域層を採用しトラス下タの橋脚については長さ30メートルの井筒基礎を採用した。建設当時この規模のトラス下タの仮設は技術的にそれほど難しいことではなかったが営業船に近接して井筒を沈下するのは それなりに注意が必要な工事であった。井筒工法は、鉄筋コンクリートなどで、円筒状、または箱状の井筒を形成し、中に人が入ってそこを掘削し、重りを井筒に乗せて沈下させて、上に井筒をさらに伸ばすように構築する工程を、繰り返して、地面の中に大きな井筒の基礎を構築する工法である。荒川橋梁では、外径18フィート、 内径12フィート6インチの井筒を使用した。この際に現場で重りを乗せて沈下させる代わりに内部に水を入れて施工したところ地表面付近まで水を入れた段階で簡単に沈下することが判明し中水沈下工法が見出された。これにより従来より大幅に工期を短縮することができた。新橋梁の工事は 東京第一改良事務所の吉岡義三郎義手を現場主任とし、幕見が受け負って、1925年9月に着工し、1927年4月に竣工した。総工費は96万6千円であった。1928年1月にまず、後に貨物船として使用される側の橋梁に切り替えられ、初代橋梁が廃止となった。 1929年12月15日に赤羽わらび館の福福線が開通し、旅客線の協力模試を開始された。そして京浜東北線の電車運転は1932年9月1日から大宮まで延長された。一連の工事により貨物線に貨物列車が分離され、旅客線には京浜東北線の電車、東北、 上越、新越各方面への長距離列車、及び、東北本線と高崎線の近郊列車が線路を共用して走るようになった。初代荒川橋梁で使われた四連の副線トラス桁は、その後転用された。一連は、川崎市幸区新小倉及び横浜市鶴見区、江ヶ崎町にかけて、新鶴見奏車場を横断する江ヶ崎湖線橋として、 常磐線の隅田川橋梁から転用された、プラットトラス桁に景観と共に1929年に仮設されて使用されていたが、老朽化に伴う掛け替えで2009年に撤去され、一部のみが保存された。もう一連は、東京都北区中十条において、東北本線を横断する古戦橋として1931年に仮設されて、供用されている。さらにもう一連が、 群馬県水上町の大鹿橋に転用されていたが、1965年に撤去された。残りの一連は行方がわかっていない。荒川橋梁の掛け替え当時、まだ新河岸側は、橋梁より上流で荒川に合流していたが、改修工事により、橋梁より下流にある岩淵水門付近での合流に変更された。この影響を受けて、流水路が次第に、 赤羽根側に侵食してきて、プレートガーダー部の橋脚が潜屈されるようになってきた。特に1949年のアイオン台風では16号橋脚が約6メートル潜屈され、大きな支持力がある。地質部分の大半を失って、柔らかい粘土層の上に杭を打って建てられているだけの状態となってしまい、保安上危険であったため応急の対策工事が実施された。 高級的な対策として、従来のトラスゲタよりも、赤羽側のプレートガーダーを3連分撤去して、新たに全長59.2メートルのトラスゲタに掛け替えることになった。これにより、第15号、第16号の橋脚は撤去し、新たにトラスゲタがかかることになった第14号橋脚は、一旦撤去した上で5つを用いた基礎に更新することになった。 工事は1951年10月に着手し、まず撤去する第14号橋脚の両側のプレートガーダーを強固に接続して特別製のフィンクを装着して、全長約40メートルのトラスガーダーに改築し、レールを使った仮橋脚で支えながら、1952年2月までに第14号橋脚を撤去した。撤去した第14号橋脚の位置に、 直径5.2メートル、長さ22メートルの円形イーズツを2本、長径9.6メートル、単径6.6メートル、長さ22メートルの楕円形イーズツを1本、進行させ、この上にボックスラーメン型の新14号橋脚を構築して1952年5月中旬に竣工した。並行して、脇に新しいトラス桁を組み立て、 撤去する3連伏線の合計6連の構成、プレートガーダー合計約210トンと、新しい全長59.2メートルの伏線下地、構成はアーレントラス桁、タ、約340トンを横糸をさせて、掛け替えを実施した。新しいトラス桁タの設計かつ荷重は、KS-18 で、日中に4時間54分の線路閉鎖を行って、掛け替えを施行した。 貨物船の桁交換は1952年6月23日、旅客船の桁交換は12月8日に実施された。新たに仮設したトラソゲタは横川橋梁と松尾橋梁による製作である。トラソゲタの仮設後、15号、16号の両橋脚が撤去された。桁交換の総工費は1億5940万円であった。昭和30年代に入ると、 東京近郊の通勤輸送はさらに増大していき、赤羽大宮間では旅客船が京浜東北線の電車によって占有される時間帯が長くなる一方であった。朝夕のラッシュ時には東北、上越、新越各線の中長距離列車の一部を貨物線経由にすることで何とかしのいできたが、いよいよ輸送力の限界に達したため、 さらに二線を増設して三伏線とする計画が国鉄第三次長期計画の一環として打ち出された。こうして荒川橋梁も二線を増設する工事に着手することになり、昭和初期の掛け替えに際して撤去した初代橋梁に通じる占領時期がそのまま残っていて、新たな用地買収が少なくて済み、線路の取り付けも滑らかに行えることから、 初代橋梁の位置に新設橋梁を設置することになった。これにより、従来の橋梁に対して、下流側に約19メートルの間隔を置いて新たな橋梁の建設を実施することになった。この位置には、初代橋梁のレンガの基礎が川床面以下にそのまま残されていたことから、撤去工事が行われた。赤羽大宮間の先造工事の中でも、荒川橋梁は後期の点でも、 思考の難易度の点でも最大の問題とみなされたため、真っ先に着手することになった。またこれに合わせて、建設省の荒川改修計画に基づいて、在来橋梁の景観変更と橋桁工場の必要があったことから、従来の荒川橋梁の改修工事が実施されることになった。この結果、新設橋梁を建設して、そちらに列車の運行を切り替え、 使用を休止した従来の橋梁を回収する作業を2回繰り返して、従来の伏線橋梁2本分の回収工事が完了した時点で3伏線としての輸送力を発揮することで工事計画が策定された。当時は地盤沈下の進行が問題であったこともあり、沈下余裕を確保することも建設省から要求された。結果、回収完了後は計画降水位から、 桁下までの高さを従来より1.8メートル上げて3.4メートルにすることになった。従来の橋梁でも赤羽方、川口方、両方ともに許される最大の勾配である10パーミルで橋に取り付いており、単純にレールの位置を上げると赤羽や川口の構内まで全体に地盤を向上する必要が出て、後期、後期ともにかさむことから、 橋梁の中に勾配を挿入して、橋梁の中間部だけを所定の桁下高さに持ち上げることにし、加えて従来は桁下からレールの高さまで2.0メートルあったのを0.8メートル、薄くして1.2メートルに改良することにした。勾配変更点を橋梁上に設ける必要から、下地プレストレストコンクリート桁を採用することになった。 供用中の橋梁は1952年の桁交換後、赤羽川から約19メートルのプレートガーダー14連、約60メートルのトラス4連、約19メートルのプレートガーダー8連となっていた。建設省との協議では、荒川の場合は40メートル以上の景観が望ましいとされた。またさらに、赤羽川に流水路が移動する傾向があったので、従来よりもさらに、 赤羽川の2連分をトラスにして、新たな橋では約60メートルのトラスを6連かけることにした。そして、川景観では従来の約19メートルのプレートガーダーの2連分の長さで PC 桁をかけることにした。新設される電車線の橋梁では、中央の約60メートル景観の部分を PC 桁にすることも検討したが、 思考上の問題が懸念されたために平行原トラスが選択され、側景観についても従来通り、プレートガーダーにする案も検討したが、工事費がかさみ設計上困難な面もあったことから、PC 下駄となった。なお、従来の旅客船、貨物船橋梁の改修では、トラス下駄のうち4連ずつは、従来のものを流用した。このため列車線、貨物船では、極限トラスとなり、 景観を揃えるために、新設の電車線橋梁でも極限トラスの採用が検討されたが、最終的に電車線のみは平行限トラスが採用されることになった。こうして決定した荒川橋梁の景観割は、赤羽側から38.6メートル伏線 PC ゲタ4連、59.1メートル伏線トラスゲタ3連、62.4メートル伏線構成トラスゲタ3連、 38.6メートル伏線 PC ゲタ4連となった。一方、新菓子川橋梁については、従来は赤羽川から18.3メートル単線構成、プレートガーダー伏線、45.7メートル伏線構成トラスゲタ、18.3メートル単線構成、プレートガーダー伏線であったが、新設の電車線については、 赤羽川から二十二点一メートル伏線 PC ゲタ、九点一メートル伏線構成トラスゲタ、10.4メートル RC ゲタが採用された。新たに仮設された橋ゲタの設計かつ荷重は、k s 十八であるが、二大橋梁から流用した三元二本のトラスゲタについては、クーパー e 四十である。トラスゲタの次長は主観、約五十九点一メートルで、 約275トン、歯間約62.4メートルで約300トン、PC 桁の自長は1060トンある。桁下からレール面までを薄く抑えるために厚い部材を採用せざるを得ず、重量が標準設計より1割程度大きくなっており、同じ歯間59.1メートルの伏線下地トラスである新賀市川橋梁のトラス桁では約29トン軽くなっている。 新設橋梁におけるトラス下駄の製作は、1連目が三菱重工業、2連目、3連目が宮地鉄工、4連目が川田工業、5連目が桜田機械、6連目が横川橋梁である。一方回収した在来橋梁については、昭和初期に仮設された4連目から6連目が汽車製造と石川島造船所。 1952年に桁交換された3連目は横川橋梁と松尾橋梁。今回新たに仮設した1連目と2連目が宮城鉄工と汽車製造である。新たに建設する橋梁では、軽損、井筒、交換パイル、ベノトグイの4種類の基礎を検討し、現在線への影響や経済的な理由から軽損基礎が選択された。ただし、新菓橋梁の橋弟は、 ベノトグイが採用された。季節協力についても、この工事の時点で、クイ基の沈下が激しくて列車に、時速5 0トルの速度制限をかけなければ、ならなかったが、合わせて、軽損基礎に置き換えた。トラソゲタの仮説は、本来は一連目を仮説の支柱を使って組み立てて、以降は架橋クレーンを使って、順次終点側へ向かって跳ね出していくのが最も、 効率が良い方法であったが、河川時期の使用時期の制約や、PC 下駄仮設工事との重複の問題から、2連目を先に仮設して、終点側へ向けて架橋クレーンで組み立てを行い、1連目は PC 下駄の試行完了を待って、トラッククレーンを使って仮設した。美観を考えて、トラス仮設用に使ったトラス下駄同士の連結棒は改造して一連目から六連目までを、 連結する疑似連結棒にした。新芦川橋梁については、仮設の柱を川の中に立てることが許されなかったため、ポンツーンを使ってトラス桁を引き出して対岸に渡す、ポンツーにエレクション工法を採用した。荒川橋梁の掛け替え工事の特徴として、プログラムエバリュエーションレビューテクニックを使って、工程管理を行ったことがある。パートでは、工程をネットワークを使って表現し、 全体の工程を制約する作業に資源を集中投入して工事を進めることで工事を効率的にかつ短ン工期で進めることができる。荒川橋梁の工事ではまだパートを導入していない時に作業を行った PC 桁の建設工事に170日かかったのに対してパートを導入した工程管理を開始した後の同一の作業では78日で完了し 同じ作業の繰り返しであるために作業員が慣れて効率が向上した効果もあるとしてもパートによる工程管理の効果があると分析している。1964年1月に建設省との協議が整い荒川橋梁の工事が開始された。新設された電車専用の橋梁は1965年に完成し10月17日から上り線を10月31日から 下り線を供用開始した。続いて旅客船の改築工事を施行し、1966年11月9日から上り線を11月21日から下り線を供用開始した。1968年10月にすべての工事が完了して三副線での供用が開始された。担当は東京第一工事局赤羽工事区で施工業者は マグミ、PS コンクリート、日本高原コンクリート、オリエンタルコンクリート、横川橋梁、東鉄工業の各社であった。工費は新設した橋梁が約15億円、改良した橋梁が1橋梁あたり約10億円であった。ありがとうございます。